はい、皆さんこんにちは。どうもガチウモです。今年も EA さんにお招きいただき、ドイツで開催されたゲームズコム2018に行ってきました。そこで BF5 の新マップロッテルダムをプレイしてきたので、皆さんにご覧いただこうと思います。今回この動画を制作するにあたって、いつものようにあらゆる角度から皆さんにバトルフィールド5の魅力を伝えようと思いました。武器や乗り物の説明、そして武器のカスタマイズなどのゲームシステムの説明、そのようなね、趣旨の動画を制作しようと思ったのですが、やはりこの動画ではそのような構成はやめました。バトルフィールドのような FPS ゲームの醍醐味といえば、プレイヤーがキャラクターを一人称視点で操作し、まるでゲームの世界をプレイヤー自身が歩いているような体験をできる、プレイヤーがその世界に入り込めるという点だと思います。そこで BF5 が BF シリーズの原点に帰ったということもあり、僕自身もゲーマーとして初心に帰り、 BF5 の魅力が詰まった約9分にわたるゲームプレイ映像を用意しました。ある看護兵の物語です。皆さん自身の目で見て、実際に感じて、ご自身で様々な思いを胸に抱いてください。ちなみにこの動画が公開された後、間もなく BF5 のオープンベータが始まります。皆さんがね、参加できるのは9月6日からです。 BF5 の予約者は9月4日からプレイ可能です。ぜひこの動画で BF5 への思いを高め、オープンベータを楽しんでください。戦場にいる兵士になったつもりで、約9分にわたるゲームプレイ映像をお楽しみください。では戦場でお会いしましょう。ガチョッツガチョッツ、またね。ガチョッツ。To hell! Need a crocodile! Right away! And these coordinates! All clear, squad leader. Vehicle is coming to you. Soldier! A soldier's down! Can you provide an airstrike? JV2s! You got it. Airstrike coming. Fucker!
Over there. There, looks like trouble. Charlie has been lost.